こんばんは、まさ46494です。今回は、ドラゴンボールドッグガンバトルの冒険の続きをやっていきたいと思います。激震フリーザ、パラやっていきたいと思います。久しぶりだったかな。そこからかよ。まあ、いいや、ひざみだったっけ。なんかひざみといって、なんか相手の属性を見定めて変えてった感じがするな。カメハメハからのカメハメハ。いや、今の3人親子だし。え、あっこを塞がるやつ。さぞかって多すぎ。ウィコン。いやいやいや、攻撃されすぎだから。相性がつくんだ。相手のターンを回す前に倒す。来た。何だ、使って全員カメハメハやつ。かっけえ終わり方。終わり？え、嘘。え？どういうこと？え、リトムだけ？しかも途中だったし。途中だと思ったんだけど、あれ？終わってしまった。経験値2倍だからすんごい入る。最近石が枯渇気味だからすごい嬉しい。なんでこんな怖いんだ。HP 半分にしてもしていいからさ、近くしてほしい。マジか。ストップやつ。見えなかった攻撃が早すぎて。
ていく。例えばお正月とかさ、石めっちゃ買った引いたのに全然 SSR が出なかったっていうのに思い出してた。なんかおじいたが初登場したやつかな、あれはやばいね、全然出なかったから、ね、あの時の石をもう一度みたいな。いや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 、いや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 、なんですね。やば、逃げたら実家にやばい。さっけさっけんな。やば、敵の数多い。全体攻撃とかできないのかな。さあ行きましょう。
当からやってくるよ。手間で打ち取れなかった。もう弱かった。どこまでダメージ。ズラン。ナイタン。ということで、ドラゴンボールドッカンバトルの冒険の続きでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。